오늘은 토모 어머니 곧 생신이어가지고 이제 선물 사러 가려고 이렇게 준비를 해봤습니다. 아직 뭘 살지 정하지 못했는데 고민이네요. 그래서 토모는 지금 준비를 하고 있고 저는 준비를 끝마쳤습니다. 야, 일로와봐. 이거 봐봐. 엄마도 숱도 조심해. 봐봐, 내 눈 봐봐. 오, 뭔가 그래도 아프시려 마요리. 뭔가 이요네, 그래와. 도유 꾸미 아세요? 그래를 쓰다 메이크 노 사진 찍어 그랬대. 그걸 참고 시대 뭐이까이 시다. 뭔가 시로노 시다니 뭔가 희대. 그 저번처럼 이렇게 쌍꺼풀 라인에 대놓고 그어 주는 거 말고 이렇게 아이라인 위에 살짝만 그어 주니까 괜찮은 거 같아요. 이 아이라이너 하는 것도. 준비 쓰르노가 다이해. 아까 슬기에 넣어가지고 괜찮아. 코코? 어, 뭔가 이 분위기. 이 왼쪽 요새. 맛있어. 오이. どうかな? 私たちが食べてる魔法豆腐すごくうまいけど. 우와. 근데 냉면이 好きなんよ. 麺も全く嫌い。麺も好き。うんま。まずとんこつ。細麺なのがいいわ。うまいの。さあ。うま。やっぱ韓国かて韓国。え？辛くて甘い。え？そう。え、でもめっちゃうまそうこれ。絶対来ないだろ。 めっちゃうまいこれ何うんまこれうんまなんか違うね甘くてからないおお油がもっとあるからかなああ、そうやなうんうんこれ何の味って書いてるやんカシスはいカシスって何カシス生まれてくれてありがとう<笑> 100ミリオン買った。あ、俺の。なんかトマトに似てるから。パジマ。違う？パジマ強い。こっちがこっちか選んで。メガネユンちゃんどっちがいい？メガネユンちゃんもアホやつの方が似合う。めちゃくちゃ悪口。これ可愛いの？でも色的にどうやろな。色的にこっちの方が。 顔的には、こっちが色的には確かに。これも書いちゃう。これは何？メープル一つ。お願いします。はい。これもちっちゃいらしい。そう。みんなこれぐらい使うらしい。かっこよすぎやろ。すげえ。 これ見て、これめっちゃ可愛い。紫。え、思ったより小さい見る方がもっと可愛い。ここは天気悪くてもいつも空だけはいいって感じ。여러분、トモ왔어요。トモ왔지만 私は 動画 撮ります。 이렇게 아침부터 카메라를 켠 이유. 네, 제가 요즘 구매한 쇼핑하울과 제가 한 달 반 정도 전에 받은 택배 언박싱. 지금 택배가 먼저 쌓여 있거든요. 친구들이 제 생일이라고 택배 보내줬었는데 그것도 진짜 제가 제대로 언박싱을 찍고 싶은데 여러 번 시간이 없어가지고 잘 왔나 확인도 못했거든요. 지금 이렇게 거의 모셔두고 있는데 일단 먼저 받은 이 택배 박스 지금 얘네는 필요한 게 있어가지고 언박싱을 이미 해버렸지만 여름을 맞아서 새로 산 옷들과 또 아이패드 케이스가 드디어 왔거든요. 요즘 택배가 되게 빠르더라고요. 빨리 왔는데도 불구하고 이 영상 찍으려고 아직 뜯지도 못하고
어떤 케이스가 나도 기억나고 나도 뭐 왔을랬다 다시 아이패드도 그냥 이대로 쓰고 있었는데 진짜 짐은 엄청나죠. 진짜 귀찮아요. 난내가 아이패드를 받았을 때기이使ってなって言ったら 케이스가 무서 같았대. 케이스 톰은 아직 준비를 안 했기 때문에 영상에 나올 수가 없어. 하얗게 준비시대. 이게 아마도 야 드디어 나도 아이패드 케이스가 생겨. 아, はい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 は
時ちょっと髪の感じをえぐしてくれる、ちょっと気になって買ってみた。ちょっと気になる、気になるね。ぐんぐんねよ。ともちゃんもこれで勉強して。すごいな、髪みたいな感じ、うん、そうそうそう。ちょっとペンシルには悪いって言うけど、これを買ってみました。レビューを엄청열심히보고샀는데진짜호불호가많이갈려가지고여러분들은뭘쓰고계시나요?또이거는아또네쓰게됩니다.어이.이거는토모의홈.토모가토익공부를하고있잖아요.한국어.그래서책이필요한데혼자올때나갔다.한국에관련했어.어,좋아.그래서책갖고나왔다.그러니까노치노조리가실력つけてからそれにそれ.에?これ?에?これ上階な?에?難しい。韓国には韓国語。こんな多い文字止めて読める。だから言うて、いずれよ。は?なら、なんで今買ったの?지금저는벽화로유명한마을에와있습니다。이마을이장님을만난이야기를들어보겠습니다。5년전에우리마을은재개발지역이되면서없어질위기에놓였습니다。4. なんで?なんで 4か? 説明して。どういう意味?じゃあ、ゆいんちゃんが読んで聞こえてた単語と、その今でもこれ見たら分かるかも。俺見たら分かりそうやと思った。そうそうそう。だって聞いたことある単語いっぱい出てきたもん。トピック勉強してるからやっぱり問題書くのは喋るのよりは上手ですね。そうそうそう。頑張って頑張りまーす。はーい。그리고이런치약제가일본올때치약사가지고왔었잖아요.근데그거너무별로여가지고다시샀어요.요즘이거하나씩꺼내가지고써보고있는데좋더라고요.짜잔!토모짱これ見た?뭐샤클리나何それ?何それ?どこ?これが一番有名なブレンドらしい。ここ来たやつ。これ違う。今私が持ってるのはゴムやから、ちょっと、なんていう、곰팡이같은게좀걱정이돼가지고、다시샀거든요。이게、그때출국준비영상에서댓글에서도되게많이추천해주셨던ブレンドで、한번사봤어요。그리고、다음。짜잔、マグネシウム。でもなんで私マグネシウム2つ来たの?と一緒に飲んでってことじゃない。이렇게、マグネシウム이랑ビタミン D、アイオン?같이있는거한번사봤어요.제가영양제를진짜안챙겨먹는데이거라도내가챙겨먹으려고사봤습니다.토모짱은이션이너무이돼지코.제가한국제품이많으니까아무래도사도사도부족한게돼지코더라고요.그래서또샀습니다.다음은로맨4호.이거는제가일본뷰티유튜브를보다가색상이너무예뻐가지고구매를했었던제품이거든요.진짜이거오래전에주문을한거여가지고어떤제품이었는지도까먹었는데오늘은립색깔이마음에들어가지고손등발색만해볼게요.오!되게색깔예쁠것같아.한번발라볼까요?그럼마지막에한번발라볼게요.되게촉촉을립이었네요.촉촉립.오늘도촉촉을립발라봤어요.제가원래촉촉한걸잘안바르는데오늘피부표현이촉촉하게잘돼가지고립도좀그렇게발라봤거든요.그다음은이제옷들이남았는데맨날편한옷만입고다니다보니까티셔츠위주로많이주문을해봤어요.학교다닐때입을옷들?너무귀엽지않아요?토모짱그걸몇쪽하와이끝나?야사이바로주문했어요.너무뭔가귀여워.흰티셔츠도입었는데제가다음두번째티셔츠는눈이이렇게 요즘이렇게비비드한초록색컬러가많이나오잖아요.티셔츠도예쁠것같아가지고구매를했습니다.근데저보다는초모가메타크타키니때다요네.아,그래요?초스키.뽀야때메가이빠이아르노가스키라시.짜잔,원피스입니다.그냥밑에바지입어도예쁘고단독으로자켓이랑걸쳐입어도예쁘고무난하게저도되게요즘잘입고다닙니다.이거는몇번입어가지고상품을뺐네요.레깅스
바이크 레깅스를 두 개 구매를 했어요. 지금 검정색 못 찾겠는데 화이트색이랑 검정색 구매를 했거든요. 티셔츠 밑에 간단하게 입기도 좋고 아무래도 일본이 치마를 잘 안 입고 특히 짧은 치마를 안 입기 때문에 입고 다니기 민망할 때 바이크 레깅스 입어주니까 되게 편하고 좋더라고요. 그래서 이 흰색 원피스랑 검정색 바이크 레깅스도 자주 입어주고 있습니다. 짜잔. 그냥 또 이런 색상 티셔츠 많이 입어가지고 토모가 되게 욕심을 내고 있는 티셔츠입니다. 내꺼 그리고 이 린넨 자켓입니다. 한 번 입은 적이 있는데 굉장히 주름이 여름에는 아무래도 밝은 색상을 입고 싶잖아요. 그래서 흰색 자켓을 사고 싶어가지고 찾아보다가 린넨밖에 안 나오더라고요. 여름 자켓 치니까. 그래가지고 린넨으로 구매를 했습니다. 옷은 이렇게 끝났습니다. 그리고 마지막으로 짜잔. 컬러풀한 가방을 가지고 싶어가지고 짠. 끈까지 달아주면 이런 느낌. 제가 이거를 택배 받기 바로 전에 급하게 주문하느라 정확히 원하는 색상은 아니었지만 그래도 되게 귀여운 것 같아요. 크기는 뭐 보조 배터리랑 핸드폰까지 겨우겨우 들어가겠네요. 저는 어차피 핸드폰은 들고 다니고 보조 배터리만 들어가면 되기 때문에 사이즈감은 아주 괜찮은 것 같답니다. 어디다 매치해야 귀여울지 몰라가지고 아직 들고 나간 적은 없지만 짠, 이렇게 가방까지 구매를 해봤습니다. 그리고 이제 제가 최근에 쇼핑한 것들을 가지고 와봤는데요. 사실 이거는 이미 착용한 걸 올라갔지만 그래도 이런 거 한번 언박싱 해보고 싶어가지고 한번 해볼게요. 짜잔! 제가 사실 한국에서부터 계속 사고 싶은 게 있어가지고 구하려고 했는데 못 구했었거든요. 그래서 일본에 오면 있겠지 해가지고 존버를 했는데 일본에서 또 없더라고요. 그래가지고 굉장히 실망을 하던 참에 발견한 미니백. 짜잔! 사실 제가 이걸 살까 말까 되게 고민을 했는데 왜냐면 이거 아무것도 안 들어가거든요. 에어팟 하나, 팩트 하나, 두 개 다 넣어 다니거든요. 저는 보조 배터리가 필수여가지고 꼭 들어가야 되는데 그걸 포기하고 진짜 그냥 액세서리라고 생각하고 구매를 했습니다. 근데 너무 만족스러워요. 너무. 다른 브랜드랑 되게 고민을 했거든요. 근데 진짜 너무 마음에 들어. 귀에 묶어가지고 좀 더 짧게 매줘도 귀엽고 이게 한국에서도 되게 구하기 힘들잖아요. 일본에는 진짜 엄청 많더라고요. 그래가지고 되게 쉽게 구한 제품이랍니다. 애플에서 구매를 한 짜잔! 한번 열어볼게요. 샤카프ルペンシについて知識がない。私もない。 みんな買うからって感じで。 짜잔! 아, これでも、これ 名前書くやつ あったのに。 残念。 もう普通に、こう、旧ペンシルって感じ。 それは一番難問しないから。 高級に決まってるじゃないですか。横につけたら出てくるってなんか入ってるけど。あ、できた。できた。すっげー。これから私これで勉強します皆さん。이렇게해가지고넣어줄게요。짠。그다음、ロクシタン。이거는선물입니다。선물、어머니、생신선물。어머니가생신이셨어가지고축하해드리려고케이크랑이선물같이구매를했습니다。 어머니께서 좋아하셨으면 좋겠네요. 그다음 도마. 좀 맞게. 하이 코코. 여러분, 여러분 이게 뭔지 아실까요? 코노 후쿠모 카테타요. 보여봐. 코노 후쿠모 카이마시탄데스케도. 저 기니리 쓰기대. 또 도모짱이 아게마사. 근데 뭔가 토크를 봤더라. 진짜 아메데 노래다 히토리. いいんじゃないでしょうか。そうそう。그리고여러분ペアリングどうなってますかって聞かれたんですけど、それがね、ちょっと長い話をね。そうなんですよ。入手するまでの僕たちのね、困難。ペアリングなのに別々で買ったこうやって。もともとは韓国に行って、ちょっと なんか私たちだけの、だけっていうか、あんまりそんなにみんながつけない、 そういう指輪にしようって思ったんですけど、まあ韓国行くのはいつになるかわからないし、気まぐれだった。これを買うの4月末ぐらいだったんです。そうなんですよ。ちょっとペアリングだから、みんなが付けてみた指輪じゃなくて、新しい指輪が欲しくて、次の日、一緒に在庫があるって伝えるから次の日また行ったんですよ。そう、そこで事件が起きました。前の日は合ってたサイズが、ちっちゃかったか大きかったか知らんけど、またサイズが合わなくて、
13、14、15でめちゃくちゃこっち行ったり、あっち行ったり、こっち行ったり、もともと15だったんですよ。ゴールデンウィーク終わったら買いに行こうって言ったけど、その次の日は緊急事態宣言。そう、ちょうど始まったんですね。まあもうほんまに、それでなんかほんまにこっち5回、6回行ってて、ほんまに何回も行ってね。結局、買えました、14で。すごい苦労でしたよ。とにかく、開けてみましょう。これはすごく新しいです、ね。いや、ですよ、本気のピュアリングっていうよりは、まあ、ファッション重視。開けてみましょう。これ写真撮らんでいい？ヨロブルキアヨロブ？トゥ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 。いやもうマジで早く一緒にオープンしよう。いやもうこれゆっくり開けるのがいいんやって、こういうのは。はぁ、せまだですね。まだです。그여러분들이예상하시는블라인드어쩌고가아니라너무귀여워고스트링을샀습니다짜잔너무귀엽죠여러분じゃーん。僕ちょっと太いんですね。あ、余裕入った。よかった。よかった。うん。いやもう私たちもついに、ペオリングができましたーちんちゃきゃーここにいつもつけるつもりで。よろぶん、次よ、売り、キョロンハゲですよ。あ、もうれんまあ、キダルーセよ。いつかはこれが。そう。こんなダイヤになる。そう、あともちゃん約束した。こんなダイヤになるから。評価としてこの動画。もう、トウヤンで되게잘어울리지않나요진짜輝くね、もう。俺の左腕が。失業じゃないよ、여러분。어쨌든、이렇게해가지고、저의、언박싱겸、쇼핑하울、은、끝이났구요。あ、これめっちゃ嬉しい。なぁ、もうマジでもうキャリアウーマン。今から、お母さんの、そうね。って、お母さんの誕生日。ねえ、ほんまに、このグッチを自慢してきた。あ、なんでよ。誕生日やから行くの。ねえ、ほんまと、ドンセンに。マジでよ、もうマジで、自分のランクが一個上がった感じ。なんじゃ、それ。제가、이거한번발라볼게요、여러분。最近も頭ボサボサすぎて見せれませんでした。あったんかよ、ラブ。あったんかよ。ユニブレスレットとか。赤っこなんかね。合うんですよ。リッキーめちゃくちゃ美しそうだ。まあ将来的にはね、ペアリングこの両手10本全部埋まるようにしたいと思います。あ、うん。で、지금액정을안끼고있어가지고뭔가되게미끄럽네요。え、でも、そんな可愛く描けないんけど、みんなどうやって描いてるん？え、難しい。え、これで絵も描ける。何でもカルボナーラやん、自分。違う明太子のパスタ。え、うそー、うまそう。いただきまーす。あ、なんでこんなもん浮くんだよ。いただきまーす。まっ。これね。もっとわかん。じゃあ、いろけはしないんだ、ここで初めて。여러분진짜너무맛있어요내기음악내기가겁나음악이좋아昔より格段に食う量減ったわ근데운동してたでしょうん、うん、だからさどうぞどうぞどうぞあ、店の匂いが。うん。マジかったー。きな粉、チョコ。これ絶対うめえよ。とチョコレート、なんか抹茶フェアかなんか入ってんのかな。うまっ。なんか抹茶ばっかり。めっちゃうまいよ。うまっ。エンジェルクリーム？うん、多分。食いすぎかなと思って密にしといたけどやっぱこれ食いたくなったいいやどん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 もちもちやんうんまっちゃんとやねあーすっごい行きたくないレンジ액이없어가지고깜빡하고안가져와서하러가는길이랍니다아하저는こんな暑い
大丈夫めっちゃ店なのに見つかった뭘사야될지모르겠어제가원래한국에있을때는렌즈에옵티풀이썼거든요그래서일본에서도옵티풀을샀는데일본거는좀다른지눈이너무아픈거예요야또오랜고민끝에돌았습니다저기바지젖은아이가있네요여기조금싸운거같아또또아세요또또아세요なんでこういうの食べよう私前日本に旅行来た時こういうのめっちゃ買ってたトロフあ、そういうことね分けてる分けてるやばやばいってこれ最近これ水色しか食べへんもん死んでたちょっとだけあ、おりすぐしよう이거립도예쁜데니난데소유뭐가니이거왔어요だからこの家にあったやつをつけて아皮膚の調子が良さすぎ俺もいいです아今日ですね皆さん友ちゃんになんか皮膚めっちゃ良くなったって言って私に触ってって行こうと思ってたマジでいいやばと思ってそうなんですこれを続いてほしいわこの状態え、やばっ高校の時えよろぶん、パズサーめっちゃ可愛いめっちゃ日本の高校生みたいこれマジえ、でも日本のこういう学校の女児っていつもブランドつけてるのなんかアミズメントなえ、これこうじゃなかったしかもこれ弟のやつやしなんたグリーンなんかちっちゃそうやし体がでかなってえ、全然高校生っぽくない嘘もっと高校生って細いそういう感じやん日本の高校確かに確かに男性これブカブカできるよねちょっと大きめでピシピシやなんでこんなおしゃれやねんどこがおしゃれやん私の学校のジョージめっちゃ緑やったもんなんかめっちゃ明るい緑やった俺もめっちゃ明るい緑やったで俺の学年え一緒やんそこ運命運命だと思うんですよもう学生じゃなくて先生っぽいもうそんな時まだ卒業してまだ経ってないで言うてあでもなんか体変だそんな老けたこうやった髪の毛も長いめっちゃね今日本っぽい俺マジでずっと短かったから日本の男ここ長いよねいつも長いいや俺が勝手に伸びてるだけおいい匂いする待って、これでも肌の良さがめっちゃ見えるくないもしも。そう、ちょるんね。めっちゃ顔なんか長いんけど。嫌や、iPhone カメラ。嫌や。もしって映してくれよ。キャーン。うん、若者すぎて涙出そう。マジ大観光が来たなんでこんな、なんの。いや、なんかこうやって喋ってたらさ、この N ソウルタワーを思い出して、急に行きたいなと思って。いただきます。いただきね。みーちゃん、カツ丼食いたいけど、結局食ってなかった。ちょっと食べたい。いや、俺は子供ができるまでには、唐揚げを作ってあげようみたいな。そういう夢があるんだ。もうお父さんの唐揚げは、誰よりもうまいって言われるような。ジム行ってくんの?いや、ジム終わって脱毛行くやば、頑張ってるやんなんかすごいな、そこまでストイックやったんやん、あの子違うまた、キレイキレイお前の満点すげーかわいいトゥトゥル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 Happy birthday to you. Happy birthday. どうしてどうして。なんでかと思った。さらはぬあまに。ハモリだ。そうやで、韓国ではな、ろうそくに引いてすまんね。もう願って、うん、なんか願い事をして。え、もうあったそんな願い事終わりいいよ。じゃーん。イエーイ。
なこれ洗顔らしい。え、洗顔も買ってくれたの？うん。その店曰く肌こすんのは嫌らしい。ちょっとこれぐらいちょっと大人っぽい、ね、もうチョイスしましたよ。はい、食べましょう。うん、めっちゃおいしい。嘘。なあ、おいしい。子供。この組み合わせが絶妙やな。うん、確かに。自分誕生日にこれ食って、いやでも。愛のメッセージやよ。いや、何食わなあかん。めちゃくちゃ悩みました。そう。あ、なんか食って、俺のプライドにかかってることや。悩んでこれ。本当に。めっちゃ悩んでこれ。恥ずかしい。今日自分、本当に美容師한다해가지고어떻게머리를자르면될지설명을해주고있고요저는지금부터잘준비를하겠습니다귀엽지않나요많이들끼시더라고요저도한번사왔어요첫번째로이거를써줄게요오늘달바유료광고가있긴하지만얘는유료제품이아니고그냥단순선물로받은건데토우가너무좋다고그래가지고토우짱ちょっと着てみ。これについて説明してくれ。もうこれね、しんちゃん。これバカな話から始めて。あ、そうですよ。なんか最初めっちゃすげえ、めっちゃおしゃれやんみたいな感じで使ってて、でもめちゃくちゃのこうニキビできるんですよね。これ使ってたら。で、一時期使わなくなったんですよ。もうニキビできすぎて。うん、じゃあこれなんと、ね。いや、ニキビできた理由はこれがローションだと思って。じゃあクリーム。クリームだと思って。だから最後にこれローションみたいにこうやって塗ってて、塗ってたら白くなるみたいな。でもう一回翻訳機が来てね、調べたらなんとクレンザーとか入れてたんですよ。英語にこうやってクレンザーって書いてますよね。だからもうもちってなる。そうなの、うん、やってみて。めっちゃ可愛いよ。お、근데되게うん、괜찮은것같아요、ポンクレンジ。어쨌든지금부터スキンケアを해줄게요。제가원래여름에피부가가장민감해지는사업이어가지고저번에도얘기를한적있는데여름에는항상진정순함가벼움위주로스킨케어를바꾸거든요이번에도여름을맞아서바뀐스킨케어가있는데달바의화이트트러플세럼입니다제가지금제품테스트만두달정도진행을했는데요저는이미스트를토너로서이렇게써주는데원래되게오래쓸수있는제품인데제가하도자주뿌려가지고지금엄청많이줄어들었거든요이레드미스트세럼이그승무원미스트로되게유명한기존미스트세럼의진정버전으로나온제품이라고하더라고요저도원래는화장솜으로닦아주는토너를사용하고있었는데여성분들한달에한번씩피부가되게예민해지고뒤집어질때가있잖아요제가그런게진짜심한편이거든요그럴때는이제화장솜으로닦아주니까피부자극이너무심해가지고그시기에는아예토너를안하곤했거든요근데이제품은그런자극도1도없을뿐더러진정효과도있으니까저는정말저한테너무잘맞는제품이었어요보시면은아래층은세럼위층은오일로분리되는구조인데요이렇게흔들어가지고꽃향기저녁에는이렇게흔들어서뿌려주고아침이나메이크업전으로도뿌려주고있는데그때는그냥가볍게세럼층만뿌려가지고빠르게수분보충을해주고있답니다그다음은이피타페어 C 잡티세럼제가지금이거테스트용까지두통째써주고있는거거든요근데진짜잡티가옅어지는게보여가지고또제가이주근깨생기는원인이마스크인걸알았잖아요그래가지고항상이렇게가리고다니다보니까정말옅어졌거든요그래가지고더더욱열심히잡티케어를해주고있답니다이쯤다썼어그리고이거얘도지금거의다썼는데요즘제가진짜잡티가스트레스인관계로진짜잡티케어중심으로이렇게발라주고있거든요크림도괜찮더라고요네이렇게발라주고아이크림발라줍니다요즘토너도그렇고저도그렇고피부상태가되게좋아가지고여러분들께도이렇게공유를해드릴수있게돼서기쁘네요속눈썹영양제제가속눈썹파마해주고숱이조금적어졌다고하니까영양제바르면괜찮아진다고해주셔가지고이렇게바르는게맞는지모르겠어요근데맞겠죠눈썹까지해주고나토모짱코치키테립까지토모짱스킨케어시대토모짱これ使ったの아니대단해유인이옆에없으면슬퍼요얼굴을씻고나서다음쫌네、このね、ダウバのホワイトトリュフバランシング
スプレーセラムスキンっていうものをね、僕は最近よく使ってます。これを使ってから本当に肌良くなったんですよ。マジでマジで何にもね、このユイニンが認めてくれる。これは何がすごいかって言ったら、もう超ね簡単に終わらせることができます。それはスキン、エッセンス、ローションがね、たー全部もうこの一本に詰まっているんです。まあいわゆるオールインワンってやつですね。もう夜分パップルで軽くなじませてあげて、クッ、しっかり保湿もされて、やっぱねクリームとかベタつくじゃないですか。でもこれはすごくねベタつかずさっぱりね気持ちよく終えることができます。僕はもうこれを使ってもうめっちゃ調子いいんです。本当にもうメンズには超おすすめだと。自慢してんの。そうだ。これ何？あ、髪の毛の説明意外とうまくない？え、もしかしたら弟いい、メガネかな。弟今なんかしんどいらしいよ。何してんの？もう晴れやな。弟と一緒のこと、うん、俺もだいぶ進んだで、ね、ロバン晴れから。そう、かわいすぎる。上で、上から見ると俺トッキちゃうで、そういえば。いや、そういえばあんたいつも使ってる。それいつもトッキやってんけど、そういえばトッキだったよ。リュウヘイはどう思ってる？何が？ウサギ。じゃあ本物、じゃ普通にウサギ好き。普通のウサギ、平気な。さすが。なんで嫌い？え、動物好きじゃない？いや、意味とかなんか好き。なんの？遺伝的にウサギ嫌いとかある？ウサギ。